始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、そうしましたらね、模擬講義始めさせていただこうというふうに思います。で、いつもですね、全体構造講義という講義があって、で、そこでは、まず特許法って何をやってるのかとかですね、衣装法とか、商標法って、それぞれ、勉強されてる方はご存知かもしれないですけど、司法という、一番メインの法律ですね、のところの、概要の説明をするんですね。で、特に特許法って、例えばなんですけど、こういう本ってあるんですけど、特許で儲かるっていう本があって、なんで特許権を取ると儲かる？特許法って、どういうふうに書いてるかというと、この法律は、その発明ですね、保護及び利用を図ることに発明を奨励して、で、それで産業の発達に寄与するっていう言い方をしてるんですね。で、一条って、特許法の一条って、大冗談の議論というか、非常に抽象的なんで、試験には出なさそうなところではあるんですけど、要は、特許法ってこういう設計思想で作ってますよっていう設計図を先に言ってるもん。で、そうすると、発明の、ていうのと、利用ですね。発明の保護及び利用という。これをバランスするっていうふうに言ってるわけですよ。で、そうしたときに特許を与える、つまり特許権を付与するっていうのは、こっちの側の話なんです。発明の保護ということで、特許権を与えると、他の人が使えない状態になるんですね。他の人が使えないと、何が嬉しいんですかね。例えば他のやつが使ってるんで、そいつに対して損害賠償請求をするとか、差し止め請求をする。これは確かに法の現象として一つあり得るわけですけど、それを認めることにより、何が嬉しいんですかね。賠償金は確かに手に入るかもしれない。でも賠償金は二の次です。それは結果として相手方が侵害してしまったから手に入るんですね。だから侵害されなかったら、じゃあ何も嬉しいことはないんですかね。つまりその、まず一番最初の話として、この特許、発明を保護するというんで、いわゆる特許、専売特許って言ったりするわけですけど、特許っていうのを与えることによって、何が嬉しいんですかって話から、一番最初いつもしてます。で、結論から言うとなんですけど、例えばなんですけど、消しちゃいますね。物の価格です。物の価格って何で決まるか。物の価格というのは、基本的には、需要と供給で決まります。非常にベーシックな話だ。経済学で一番最初に出てくるとこだと思う。需要と供給で決まるわけですけど、じゃあ特許取ったということは、需要に影響しているのか、供給に影響しているのか、どっちですか？頭の中で今、なんとなくこっちかなとか、全然わからんわってあるかもしれないですけど、実はこれ供給の方なんですよね。特許を取ると、みんながその特許発明のものを買いたいわけではなく、特許を取ると、その人しか提供できなくなる。つまり、供給を最大限絞って、その一社だけ、一人だけっていうふうに人工的に制限することによって、しかもそこでしか買えない、非常にパワーありますね。景品表示法とかでも、あまりやりすぎると、罰を与えられるような形になるわけですけども、同じような形で、そこでしか買えないっていう状態になると、反射的には需要は上がるかもしれない。ただ、いずれにしても、そこでしか買えない。例えば、私が今水を持ってるとして、私のところでしか買えないとなると、みんな寄ってたかって集まってきてくれるわけですよね。なので、いくらでもいいから買いますって話になるわけですね。みたいな形で経済的効果を発揮させるというところが、これは特許法。の、一番のスキーム、基本的な構造になってるんですよね。っていうところで、この発明の保護っていうところは、この価格を釣り上げるっていうところの、その経済的な機能、供給を人工的に制限することによって価格を釣り上げて、で、そうすると、普通に売るよりも、利ざやが出てくるわけです。で、そのリザヤを次どうするかって言ったら、儲かって、ポッポないないして終わりなわけじゃないわけです。
普通の企業であれば、次の研究開発に投資するはずです。いわゆる研究開発費ですね。BS でいうと、ね、貸借対照表とか、PL でいうと、ね、損益計算書でいうと。で、そこにお金をつぎ込んで、新しい技術が生まれて、で、それをまた特許にして、つまり独占権を与えるという形にして、で、そうするとまた儲かって、で、儲かったやつを、それをさらにまたもう一回別の発明に投資していくっていうのが、いわゆる特許庁がもう昔から謳っている知財創造サイクルって。で、そのために企業は、まあ、躍起になって言ってはあれですけど、特許を取ろうというふうにしてるわけですね。私、受験生の時代は2000年代だったんで、年間でいくと、まあ、40万件とか40何万件とか出してて、まあ、どん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 こう特許を出してて、で、日本が、ね、ナンバーワンだったわけですけど、まあ、今は残念ながら、まあ、中国に抜かれ、アメリカに抜かれ、もう今30万ないですね。年間でいくと28万件っていうような、まあ、特許の出願件数になっていて、まあ、非常に残念な話ではあるんですけれども、まあ、ただ、国際系の出願に関しては、まあ、増えている状態になってますから、まあ、そういう意味でいくと、まあ、まだまだ仕事としては、まあ、難易度の高い仕事としては、いっぱいある状況ではあるんですけども、まあ、残念ながら、やっぱりね、そもそもの企業の体力、で、そしてその研究開発にお金を当てようという、ね、動機、モチベーションというところが、まあ、やっぱりそのリーマンショック以降ですね、特に2008年は一番ダメージが大きかったんですけど、まあ、そこでガーンと下がってから、まあ、なかなか復活してこない。で、まあ、この円安っていうのもありますし、まあ、海外で権利取るっていうのと金かかるしっていうところもあるので、まあ、なかなかそこら辺は我々弁理士としてはもう、指をくわえて見てるしかないので、まあ、なんとか儲かるようなね、権利化っていうのを、まあ、少し広くて強い権利っていうのを、まあ、サポートしていく、作っていくっていうところを、まあ、我々やっていかないといけないっていうところですね。で、まあ、ちょっと発明の保護の方ばっかり話してしまったんですけど、でも特許法はそう言ってないです。発明の保護と利用を図って、で、それで発明を奨励して、で、最終的に産業が発達するようにしたいって言ってるんで、この理由の方も、実はすごい大事なんですよ。対立概念になります。何言ってるかというと、保護って言ってるんで、じゃあ特許権何年ぐらいあるかしら、特許権何年ぐらいあるかしら。ああ、素晴らしい。そうですね。20年なんですけど、100年でもいいぐらいですか、別に。究極的には。特許権100年でもいいんだけど、いや、待ってと。そしたら、その技術100年使えへん話になる。例えばですけど、今、傘と折りたたみ傘とかいろいろありますけど、いろんなパッケージありますけど、まあ、こう、例えば、大雨の時に困るんですけど、こう、ドア、車にこう乗る時って結構困ります。傘を畳むと濡れるし、でもなんかこう、うまく畳める機構みたいになったら、まあ、それすごいあったらいいなって思うんですけど、まあ、ただそれ100年も継続されると、かえって邪魔になるんじゃないかなと思いますよね。ということで、利用という観点から、まあ、とりあえず、まあ、決め打ちですけど、今は20年っていうふうになってる。ただ、これも、ここの20年っていうところも、まあ、特許はずっと20年で言ってるんですけど、意匠なんかはだいぶ幅が広くて、意匠権って何年ぐらいあるか知ってます。あ、で、意匠権っていうのはデザインを保護する権利なんですけど、まあ、あれずっぽで全然いい。と思いますよね。ご存知です。意匠権は、私受験生の時は15年だったんですけど、まず20年に伸びたんです。平成の20年代に伸びたんですよ。で、令和に入って今25年なんですね。で、この辺はね、すごい、感覚すごい鋭いんですけど、僕も一緒で、デザインって、短命のものと、あとライフサイクルのプランとしては結構短いもの多いですよね。で、あと復活することがあるんで、まあ何とも言えないんですけど、一時期流行ってた洋服が、なんか5、6年経ったらまた流行るみたいなのがあるんで、まあ、その辺はちょっと伸ばしたかもしれないけど、原則的にはまあ短くていいと思うんですけど、今はその辺の、そのライフサイクルの復活っていう観点から、まあ、25年まで伸びてるっていう、まあ、あとは条約の影響もあるんですけど、っていうのがあって、まあ、それで伸びたりとかするっていうところで、実はこの辺こう結構保護と利用というのが動きがあって、一番面白いのは多分その期間。その期間がこの短い、長いっていうので、なんか一時やってるのは何なんだって言ったらば、この利用の観点からいくと、これあんまり強すぎると、全然もうね、他のものっていうのが、次のもの、次のデザイン、次の技術っていうのが出てこなくなるんで、そこで制限してるっていうのが一点と。つまり、これも頭を一回さらにしなきゃいけないんですけど、特許権で20年で守ってもらってるって話になると、これ、口述試験で出るし、私聞かれたんですけど、間違えちゃう。これ特許法の67条に20年って書いてあるんですけど、これは保護の条文ですか、利用の条文ですかって聞かれる。
20年保護してもらえるから、保護の条文なんちゃいますかって思うんですけど、違うんですね。例えば、皆さんが、まあ、何でもいいです。このスマートフォンでもいいですし、ご自宅でもいいですし、車でもいいですし、時計でもいいですけど、所有権って20年切れますか？皆さんの家が20年住んでたら、はい、所有権切れたんで、出てってくださいって言われますか？言われないと思うんですね。所有権っていうのは、不可侵絶対の原則っていうんですけど、基本的に永久権。そうすると、特許権っていうのも財産権ですから、本来であれば永久であって然るべきなんだけど、20年切ってるんです、実は。から、利用の条文なんです。特許法の67条っていうのがありますけど、特許法の67条なる20年保護するっていう条文は、まあ、あたかもまるで保護の方の条文で、お前守ったるよみたいな条文なような気はするんですけど、実は違くて、20年切ったるからねって話なんですね。それは、実は20年でパブリックドメインにするからね。みんなの万人の共有財産にするからねっていう意味なんですね。なので、実は利用の条文。まあ、みたいな感じで、まあ、それぞれの法の、こう、概念いろいろあります。まあ、あとは、じゃあ、例えば、まあ、利用でパッと思いつくのはライセンスだと思うんですね。特許発明って、ライセンスっていうのが、要はか、あの、なんだ、賃貸借の話ですね、完全にね。この技術貸してあげますよっていうふうにすると、まあ、ロイヤリティが入ってくるんですね。っていうのは、まあ、利用の一形態だと思うし、まあ、あとは、特許というのは、出願すると、当然、権利になればですけど、独占権がもらえるんですけれど、やらないといけないこと。出願をすると、まあ、実務疲れてる方とかご存知かもしれないんですけど、公開されます。実は、特許というのは、出願、もちろん特許というか、出願。発明の保護を求めて、独占権欲しいって思ったら、出願をするんですけど、出願という行為を再定義するんであれば、特許庁との取引行為です。出願して、うちの企業の頭の中身を全部見せるから、代わりに独占権くださいという行為です。バーター取引ってのは、いや、物々交換。独占権ください。そんじゃ、独占権くらいって、お前何もなしかいな。手ぶらできたんかいな。いやいや。全部返します。すべて出します。すべて出すから、でも20年間は守ってください。独占権をいただきたいです。っていう取引行為です。これはあんまりそういう定義をされている方少ないんですけど、企業の中に入ってる方とかは、まあご存知だと思いますけど、権利化すんのか、しないのか。まあ、要はメリット、デメリットがあって、まあ、まさに今申し上げた通りなんです。権利化すれば、20年間独占権が取れて、で、さっき言った資材創造サイクルにつながるような、まあ、高い利益を生み出せる可能性はあるわけですけど、ダダ漏れなんですよね、究極的には。なので、当然ながら模倣されるリスクがある。そうすると、皆さんが企業で取ろうとしてる権利というのが、仮にですけど、取ったとして、侵害の発見ができる権利なんだったらそうしたらいい。けど、例えばノウハウ。例えばノンフライストレート麺の作り方っていうのがあります。そのノンフライストレート麺っていうのは、一回冷やして、その後固めて、ね、油で揚げて、もう一回冷やしてっていう、A 工程、B 工程、C 工程、D 工程を経て初めて出来上がりますという工程があったときに、それって、その工程確かに踏めば侵害になるんですけど、どうやって発見するんですか？相手方の工場に入っていく。それって多分、権利化しない方が良くないですか？ノウハウにした、コカ・コーラみたいな。っていう話が出てきますよね。つまり、バーター取引でメリット、デメリットがある行為なんです。出願というのは、取ってとにかく何でもいいとか、あとまあ、会社さんによりますけど、出願件数を争う。まあ、これも大変結構なことなんですけど、じゃあ、それをやることによる、いわゆるデメリットのところまで鑑みた上で、本当に出願決定してるのかっていうと、まあ、怪しい会社さんもあるのではないかなというふうに思ったりしますね。とにかく出す。特許が付与される。
これで全てオールハッピーっていう話ではなく、いや、もうちょっとメリット、デメリットの、特にデメリットもあるね、そういう話です。もちろん、そのデメリットというのは、逆に言うと、利用の面からするとメリット。出願することによって、その、いわゆる天才の頭を開示するということで、なるほど、こういう構成でこういうふうにこの課題を実現するんだっていうのがわかるんで、他の改良発明、産業の累積的進歩発展という観点での利用の方でいくとメリットなんです。なるほど、こういう手があったかと。このルートやったら確かにこれ実現するし、だったらこのルートもあり得るかもな、みたいな着想ですよね。っていうのは得られるかもしれないですね。まあ、みたいなことが、一条だけで学べるんですよ、本当は。で、そして、担当試験においては確かに、特許法の一条というのは、あまり出ないです。特許法は出ないんですけど、実は、衣装法と商標法が担当試験で聞かれているのと、商標法に関して、ごめんなさい、衣装法もそうですね、に関しては、論文本試験で、例えば、まあ、今みたいな条文なんですけど、衣装法とか商標法も。例えば、商標法でいくと、平成25年の論文本試験でいくと、商標法一条から、導かれる商標権者の義務を挙げ、その義務に違反した場合の制裁について説明せよ。みたいな問題が出たりとかするんですけど、まあ、およそ担当試験の過去問しかしてないような人間であったりとか、あと、まあ、普段、まあ、入門講座にもよりますし、まあ、どの講座がいいとか悪いとかっていう話をするつもりはないんですけど、まあ、淡々とただの担当試験の問題とかってやってるだけだと、まあ、おそらくもうそこはもう絶対キャッチアップできるんです。根本的な、そもそも一条と兼ね合いで、取り合う、こう、他の規定とのこう関連性とかを考えるみたいな訓練をしてないと、まあ、絶対太刀打ちつかない、いかないだろうなっていうふうに思います。はい、まあ、逆に言うと、そこをしっかりちょっと意識して、まあ、勉強していくってところが、まあ、大事になってくるかなと思いますし、まあ、逆に言うと、まあ、この辺の特許法の一条って、本当にちょっとした条文だって、この法律は発明保護及び利用を図ることに、発明奨励しもっと産業発達に寄与するっていうだけの、もうなんか、それだけなんですけど、要素は4つあって、その要素とこう紐付けていって、まあ、勉強していくっていうのは、まあ、意外と面白かった。なんか、まあ、こう、一個一個の知識っていうのを、ただ単純に暗記するんではなくて、紐付けていくっていうのは、非常に面白いと思うんですね。で、そして、特許法というのは、まあ、皆さん理系の方多いわけですけども、まあ、自然科学と社会科学で言ったら、当然社会科学の話でして、まあ、それっていうのは言語であったり、会計であったり、まあ、他のものと一緒です。まあ、法律っていうのは、誰かが必要だと思って作ってるから、理由があるはずなんですよ。特許法が地球ができた時からあるわけがないんですよね。人間が作ってる人文のものだから、まあ、それはもう社会科学だから、理由があるはず。だけど、勉強してる人の話を聞くと、みんな暗記に走っちゃってて、めっちゃもったいない。その理由、なんで特許法があり、なんでこの規定があるのかっていうところが、スポッと抜けてて、とにかく暗記に走るみたいな形をされる方多いんですけど、まあ、ちょっとそこは非常にもったいないなっていうふうに。はい。まあ、7法令もあるので、単純暗記で乗り切るっていうのはもう非常にナンセンスで、覚えることは必要です。暗記は絶対必要なんですけど、暗記はやるべきです。暗記はすべきなんだけど、ただし、できるだけ単純暗記を減らした方がいいと思います。理解を伴う形で覚える。で、単純暗記しなきゃいけない部分をできるだけ小さくしていって、で、まあ、それで処理していくっていうところが、まあ、非常に大事な、観点になってくるのかなというふうに思っています。まあ、なんで、そういう時に、例えば1条と紐づけると、まあ、結構圧縮できる。69、67条で20年っていうふうな、そういうピンポイントでちょっと忘れちゃうんですけど、あ、でもあれって発明の利用の方の話だったなっていうので、まあ、エピソードとして入ってくると、多分忘れないと思うし、今日聞いたやつで、多分、もうなんかそれは入って帰ってもらえるんかなって思うんですね。はい。というところで、まあ、特許法のね、一条について、まあ、ざっと、ね、お話しさせてもらいました。まあ、こんな感じで、講義が進んでいきますので、まあ、興味がおありであればですね、まあ、ぜひ一度、お越しいただけたらというふうに思います。